はい、本日のご紹介はこちらです。リップンディップのトートバッグです。このブランドといえばこの猫のデザインがめちゃくちゃ印象的だと思うんですけど、こちらがスライスされており、本当に独特的なデザインとなってます。こちらもこんな感じでブランドネームがスライスされてます。トートバッグなんでいろんな使い方ができて、本当に便利なアイテムとなっております。個人的にはプレゼント用とかにお渡しするのもありかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。